の仮面チューブをご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日ただいま2021年の7月7日深夜3時12分です。織姫と彦星は会えるでしょうか。ちょっと今日はその気楽な感じとは言えずにですね、言えないんですけれども、今回は取り急ぎ仮面チューブという感じなんですけれども、先ほどネットニュースを拝見していたところ、朝日新聞デジタルのニュース記事にこんな内容のものがありました。ニュースタイトルが、アメリカザリガニ特定外来生物に指定へ、放出禁止に、というような内容でした。内容としましては、アメリカザリガニとミシシッピアカミミガメを特定外来生物に指定して、特定外来生物に新たな区分を設けてペットとして飼うことは認めた上で、輸入や販売、野外に放つことを禁止、というような内容の検討を始めたというものでした。ここで押さえておくポイントとしては、まだ確定ではなくて検討段階だということなどで、ネットのデマなどで規制されると断定的に発信しているものを信じてしまったり、あたかも本当のような専門家の誰々先生が言っていたからなど、公式な発表がない限り、またはご自身で規制されるという事実を確認する、環境省などに確認するまでは、基本的にいい加減な情報だとお考えください。というのも、以前にも同様のことがあったんです。2015年に、5年後にアカミミガメの輸入規制へという新聞各社がそういった記事を報道すると、ネット上では、5年後にミドリガメの飼育禁止へというような断定的なデマが人気サイトを中心に大拡散されたんですね。それを見たほとんどの方々が鵜呑みをして信じてしまいました。さらには、あの有名な人が言っていた、誰々先生が言っていたなどと、まるでそのデマのネット記事を見た影響力のある方が広めてしまったような状況も見受けられました。しかしその時はあくまで実際には検討段階で、まだ何にも決まっていないという様子見の段階だったんですね。よろしければ、その時に私が環境省に直接、お聞きした、お電話でお聞きした仮面チューブ会をご覧ください。はい、そういったふうに発信されていたようです。そのようにですね、今回も同様検討段階ということなので、どんなふうに規制されるかも全くわからない状態で、決まっていないということなんです。以前私が聞いた話だと、輸入と飼育に関する法律は異なるので、法律を改正する検討の余地があることや、ペットとして譲り受けができるようになどの、検討の余地があることは環境省の方がお電話で言及していらっしゃいました。特定外来生物に規制されちゃうと譲り渡しができないで、困った時には自分が可愛がっていたカメさんを殺処分、飼い主様の手で殺めなければいけないっていうような状況になってしまうっていう法律の限界点が あるわけですね。これまでの特定外来生物の法律だとですね、その時の環境省に問い合わせをして確認した内容については、その時の仮面チューブ会をよろしければご覧ください。それで、今回のネットニュースの気になる点としましては、新たな区分を設けてペットとして飼うことは認めた上で、輸入や販売、野外に放つことを禁止するという内容の検討とありますけれども、ペットとして飼うことは認めた上で
ていうのはこれまでもペットの飼育はできてるんですよね。特定外来生物の法律上っていうのは、あの新たな法律規制の後で新しく買ったりとか譲り受けしたりっていうことは禁止されるんですけれども、今まで飼っていた可愛がっていたカメさんは飼育継続は法律規制の後もできるという状態だったんですね。つまりペットの飼育は認められているんですよね。なのでこのペットとして飼育は、認められるっていうのはどういうことなんだろうとちょっと疑問があります。何が変わるんだろうっていうのが率直な感想ですね。さらに、今までの特定外来生物も輸入と販売が規制されるのは、同様なわけで、何が変わるんでしょうか。ちょっと怖いですねこの辺がね。このペットとして飼うことっていうのは、例えばペットとしてであれば許可は必要としないで、売買以外は今まで通り例えば譲り渡しとか里親募集をすることができるっていうことなのか、もしくはそれとも許可を得た上で必要な手続きを踏めば他者に譲り渡すことができるということなのか、それとも今まで通りの特定外来生物のパターンと実は変わらないとか、それだと困りますよね。ちなみに、もしも実際に特定外来生物に指定されるとしたら、私が思う大事なことは3点あります。1つ目は飼育ができなくなってしまった場合、他者に譲り渡すことができるのかどうなのかということ。2番目が飼育下での繁殖制限をきちんと設けてあげること。3つ目が、誰でもその場で駆除できるとする特定外来生物のルールは、アカミミガメの場合にはちょっとありえないんじゃないかということ。それぞれ一つずつ解説していきますと、一つ目の飼育ができなくなってしまった場合の他者に譲り渡すことができること。これは先ほども言及した通り、特定外来生物に現行これまでの特定外来生物に指定をされて規制が始まってしまうと、譲り渡すことができないんですね。自分が病気になってしまったりとか引っ越しを、してその転居先がもう亀もペットも亀も含めたペットは全部禁止ですとか、そういう困った時に譲り渡すことができないんですよ。移動させることができない。譲り渡すことがとにかくできなくなってしまいます。実質的にですね。なので手放すことができない、ということは、飼い主様が手放すことができない、手放す譲り渡し先が実質的にない状態になって、で、川に逃がすことも法律で禁止される。当然ですね、これは当然なんですけど、そうなった場合には自分でなぜか正しいことかのように責任を持ってという言葉がついて殺めなければいけないっていうことになってしまうんですね。これは本当に動物愛護法っていう法律があったりする状況なのに、ちょっとどうなのかな。可愛がってきたカメさんはやっぱり責任を持って新しい環境に譲り渡すっていうことも大事なのではないかなと私は個人的には思っております。動物愛護的にもそちらの方が正しいのではないかなと思っております。
2番目の解説としましては、飼育下での繁殖制限を設けること。カメさんは1回交尾行動をすると何年間もその後もずっと種を持ち続けて有精卵を産み続けてしまいます。なので、個人での繁殖をさせてしまうことは、何年間もカメさんが誕生するっていうことにもなりかねない、まあ、卵の処分をすればいいだけの話なんですけれども、それができないっていう方、かわいそうだとかっていう方もいらっしゃると思うので、そこは法律で規制しておいた方が、良いと思います。やがては、ね、それを放っておいてしまうと、やがてはもう溢れかえって川に逃がすしかなくなってしまったりとか、そういう状況に絶対になりますので、繁殖制限は間違いなく必要ということですね。3番目は、誰でもその場で駆除できるとする特定外来生物のルールはアカミミガメの場合にはありえないということ。これはですね、だいぶ前の環境省のホームページで私が拝見したんですけれども、特定外来生物を見つけた場合、誰でも、その場で駆除することができるというふうになっておりました。その後、苦痛がないようにという文言が加えられたと思うんですけれども、ただ、駆除できるということに、誰でも駆除できるということにしてしまうということは、ネット上、例えば YouTube とかでミドリガメをさばいて食べてみたみたいな残虐な映像が、はびこることになってしまいます。これも動物愛護的にはよろしくないと思います。 YouTube とかお子様がいますので、これは良くないと思いますね、私は、はい。なので、専門家しか駆除ができないっていう風にすれば、調整がつくんじゃないかなと思います。まあこんなことを私が今こう言ってもしょうがないよって思われるかもしれないんですけれども、まあ、でも、もしもこういった意見に、ああ同じように思うわとか、いやいやもっとこういう優しいアイデアがあるよという方には、実は朗報なんですね。おそらく法律が実際に決まるとなると、その際に国の方が国民の意見を広く募るパブリックコメント、略称パブコメと呼ばれていますけれども、パブコメで、環境省のホームページで発表されるんですけれども、その際にはどなたでも参加ができるものですので、従来通りであれば提出方法はメールやファックスなどで可能ですので、その際には絶対に見逃さずに参加しておくことをお勧めいたします。以前私もアカミミガメの検討の際や花ガメの法律規制の際、花ガメは特定外来生物に規制されておりますので、その際にはパブリックコメントがあったんですけれども、もろもろパブリックコメントを提出、しました。あとはアンナンガメのワシントン条約関連で、国際希少野生動植物種に指定する際のパブリックコメントですね、この際にも私が、パブリックコメント提出させていただきました。意見をさせていただきました。そのアンナンガメのパブコメの時は仮面チューブやっておりますので、よろしければそちらアンナンガメのお電話、あ、電話じゃない、ファックスを読み上げている仮面チューブ会をご覧ください。まあ私もその際にはパブコメやってるよと、環境省が例えばアカミミガメの特定外来生物の規制が実際にされるとして、パブリックコメントを開始しましたという表示がありましたら、
私の方でもあのパブコメ始まったよというような感じで、まあ、軽くお知らせさせていただければなと思います。まあ、絶対にあのお知らせはさせていただきます。ただあのそれぞれあの環境省のホームページなので、ぜひご確認ください。以上、お取り急ぎ、あまり、あ、そう、あとですね、あの環境省のホームページに、特定外来生物の、指定が検討されることが正式に決まった場合には、環境省のホームページにその種類の名称を載せますよっていうページがあるんですけれども、今現在このですね、7月7日3月、7月7日の3時現在では表示がされておりませんでした。特定外来生物の、追加指定の検討についてというページなんですけれども、こちらまだ更新がされておらずですね、ただ単に更新が遅れているのか、それともネットのニュースの方が先走ってしまいすぎているのか、あの噂レベルを記事にしてしまっているのか、もしくはこの環境省のページが更新が遅れているだけなのかというようなところがちょっと疑問点ではありました。ただあのこの撮影を始める直前にそのページを見たところ、アクセスが殺到しているからなのか、サーバーダウンみたいな感じで全く表示されなくなってたんですよね。それが更新中だということなのか、それともただ単にアクセスが殺到して見れない状態になっているのか、ちょっとわからないですけれども、この段階では。はい、じゃあまたもしあの環境省に私が直接お電話で聞いたりとか、まあ、続報があった場合にはまた仮面チューブを、間違いのないように正しい情報を発信できるように、また更新いたします。ご視聴ありがとうございました。以上、仮面チューブでした。大きな赤ミミガメ、クサガメ、チズガメさん、その他水生ガメさん、飼育者様必見。杏林様からカメさんの太りすぎ予防に新しい植物質多めの餌が新発売。その名もカメプロスヘルスケア。超大きなカメの餌、ハイパークリア。2種類ございます。当店トップページよりお買い求めいただけます。